はい、皆さんこんばんちは、満天さんです。配信遅れて大変申し訳ございません。ということでね、早速見ていきたいんですが、今回ね536回、アイセットでこういう結果になっております。今回ねアイセットだったんですけどね、そうですね、セットの傾向といたしましては、そうですね、位の数に関してはまあそんな出てない感じなんですけど、セット機の偏りに関しましては、4の列が若干特に出にくいというところでね、今回、4の列以外がまんべんなく出てるような感じで、若干ね、傾向というか、のような感じで出てます。今回ね、ちょっと注目していただきたい点は、特にこれですね、奇数1の偶数6なんですけど、これはですね、今回で15回目なんですけれど、今回の期待値に対しては、まだ、ね、出てないので、今後、収束するような形で出てるんですけど、ここ、ちょっとね、見ていただいて分かると思うんですけどね、1対6だと、期待値到達してなくて、2対5だとね、期待値以上に出てるんですよ。逆に3対4だとね、ちょっと全然、期待値に到達してないような出方してるんで、もしかしたらね、この辺を埋めるような感じで、今後ね、1対6とか3対4が、出てくる可能性もあるのでね、その辺ちょっと注目していただきたいと思います。あとですね、今回、16番が出たというところでね、これね、結構十何回かね、前回出てから、間空いてたんですけど、今回出たというところなんですけど、それ以外にもですね、間が空いてる。最近、23はもうだいぶ空いてるんですけど、それ以外にもですね、ちょくちょくとね、間が空き始めてるので、この辺も注目していただきたいと思います。あえてこの辺空き始めてるやつをちょっと外して、この辺の偏り考慮してね、数字選んでみるのもいいんじゃないかと思います。ということでね、来週の予想ですけど、こちらが、偏りのね、強い数字となっておりまして、こちらがセットごとの予想となっておりまして、これが全体的な予想となっております。またね、データご覧になりたい方はね、リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧ください。ということで、また来週、さよなら。